確かに怖い話なんだけど、うんうんうん、お化けは見えるんですか、見たことあるんですか。僕はね、あの霊感ないんです。ない。ただまず霊感って何。いやもうそれはもうみんな普通に話してる言葉じゃないですか。もう水とかと同じぐらいの言葉じゃないですか。霊感って何。なんかその霊を感じるという感覚というか、霊を感じる、はい、なんかそういう不思議なものを感じられるってことを霊感でいいじゃないですか。ここはそれって本当の病院でカウンセリング受けた方がよくない。もうガチでそんなこと言い始めます。霊が、いや霊が見えるとかさ、まあ、ちょっとどうかしてるっていう、まあ、でも診察ね、本当の、なんていうの、あれ神経系のさ、カウンセリングとかさ、はいはいはい、脳神経とか、はいはいはい、そういうののカウンセリング受けた方がいいんじゃない。だってお化けが見えちゃうんだもん。だって見えないものが見えちゃうんだもん。でもそれを仕事に僕は話をいっぱいしてるんで、そこそういう切り口で言われてしまうと、あ、かわいそうだねってなっちゃうじゃん全部、ね、メール行かせてください。メールお願いします。ブラザーフットオブスティール島田さん質問です、はい、なぜテレビであまり見かけなくなった芸能人や友達が一人もいなそうなネットの人は心霊体験をしやすいのでしょうか。僕の周りに霊感がある人なんて一人もいない。不思議で仕方ありません。需要があるんだろうなそこには。まあ、なんかいわゆるかまってちゃん。かまってちゃん。別にだったらもう稲川淳二さん最高のかまってちゃんとかになっちゃいますよ。いや別にそのかまってほしくてなんか霊体験とか話したわけじゃないですから、なんかそれも楽しんでほしいエンターテインメントかなってことでちょっとこっちもやらせていただいてます。本当かね。いやただ僕嘘だもん。だって嘘つくんだもんね。嘘ってやめましょう。嘘はやめましょう。ラジオネームお松さんでした。ネットで怪談話を検索するとき、怪談、しょんべん、漏れるで調べているんですが、怖い怪談話に巡り合いません。島田さんどういう風に検索してるんですか。してねえわ。だから本当やめろよ。そのネットでこうなんかね集めてきてるみたいな話一番良くないですから。お化けでは霊感っていうのだ。そのお化けが見たことないのにさ、はい、どうしてんの。あ、ただそんな僕でもあれこれおかしいなっていう体験結構あるんですよ。あ、ちなみに僕お聞きしたいんですけど、お二人ってその霊感ってあるんですか。霊感なんてものはないですよ。当然真っ当に生きてますから。別に霊感あるっていう人が真っ当に生きてないとかないから。実はね、はい、ちょっといいですか、うん、ある一つの質問に答えるだけで、うんうんうん、その人に霊感があるかどうか分かっちゃうって質問です。そうなの、はい、やっていいですか、うん、あなたは昨日どうやって寝ましたか。自分の昨日の寝姿をイメージしてください、うん。有吉さんどうですか。はい。昨日どうやって寝ましたか。寝ましたか。はい。まず人殺した後、手を結構洗しっかり洗ってて落ちないんですよ。ちょっと本当に血が落ちる。怖い怖い怖い話しないで。洗っても洗っても怖い話やめてちょっと。本当にそう。血が落ちる。怖い怖い。思い出したオープニングの話も。なんですかあのオープニングの話も。なんかドアがバタ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 こうなるみたいな話。そば食わないんですよ途中で。は急にね、急に略語のテストも入ったから、ね、多分怪談イコール擬音みたいなないですけどないな、はい、昨日はお酒を飲んで、はい、うとうとと してそのままスーッと寝てました。ベッドですか。はい。布団はかけて。布団はまあかけてましたね。おお、なるほど、わかりました、はいはい。安田さんは。僕もベッドで布団かけないで寝ました、はい、テレビ見ながら、自然にテレビ見ながらで寝落ちしたって感じです。格好は。格好。お前なんだ、お前しころうと思ってんじゃないだろう。テレフォンセックスみたいなことしてくるじゃないか。それ安田さんでしころんすか。前回なんか俺ケツの格好は、俺には格好は聞こえなかったのにさ、安田さんだったら急に格好どの格好。やめてよちょっと。いやだとしたら俺有吉さんでしころば俺。この二人だったら何よ。はい、ない、はい、答えいいですか、うん、実はですねこの寝方ごめんなさいどうでもいいんです。うん、実は今その自分の寝姿をイメージした時にどうイメージしたか、うん、普通はね自分の体主体でイメージするんです、うん、布団かけてとかね、うん、横向いて、うんうん、時々ね天井ぐらいから自分を見下ろす、うん、なぜか俯瞰の絵で自分を今イメージしちゃう人がいるんです、うん、そういう人っていうのは寝てる間に魂が上に上がっちゃってるんで、うん、霊感があると言われてるんです。魂が上上がっちゃってんの。何魂が上上がるっていい加減しろよお前。
マジで、もうそんなインチキの話されたらさ、はい、もう今から怖い話聞こうって準備もできないよ。何魂が上がっちゃうって。普通この水木しげるさんの漫画見てるだけだろ、お前。なんだ、どんな魂ってどんな色してんの白くて、あの、火の玉みたいなやつ。そんなベタなやつじゃないでしょ、きっと。ここで止まんないの、普通。なんだよ、なんでここで止まるんですか。なんで魂が上上がっちゃうんだよ。なんかこう気持ち、なんかエクトプラズムみたいな感じで、こう、ファーって上がっちゃってるんですね、寝てる時に。俺コンタクトなんだけどさ、普段は。はい、どうな、魂もコンタクト入ってんのかな。え、魂もコンタクト入ってんのかな。じゃないとぼやけて見えないもんね。いや、その魂別にコンタクト。コンタクト。ハードでしょうか、ソフトでしょうかとか、ないと思いますけどね、その。もう一個だけいいですか、うん、ちょっと挽回したいんで、うん、実はね、みんな、実はみんな霊感あるらしいんですよ、人間って。ないよ、いい加減にしろよ。もう聞きましょうよ、ちょっと。入り口だから。何なんだよ、これ。入り口はね、行きましょう、はい。実はある、はい、実はまあ、霊感っていうか、感みたいなものあるよね。さすが。はい、第六感みたいな、直感力なんですけども、その感じ方って人それぞれなんですって、うん。得意分野があるんですって。ああ、そうなの。だから見えるタイプもいれば、聞こえるタイプもいる。音。うん、あとは、感じる。鳥肌が立つのね、うんうんうん。あと途中、匂いっていう。うんうんうん、霊臭っていうらしいですよ。霊臭？はい。うん。なんか、ちょっとニヤッとしましたけど。まあ、一応聞こうと思う。だからお線香の匂いが急にするとか、生臭いなみたいな、うん。匂いで感知するタイプ。それ全然違うだけで、どのタイプかっていうのが皆さん知りたいですよね。うん。これ、ある一つの質問を答えるだけで分かっちゃう。うん。頼むよ、はい、やって。昨日あなたは、晩ご飯、何を食べましたか？晩ご飯何食べたか。ちょっと言っていいのかな。え？燻製。別にいいと思いますけど。どこに気使ったんですか。燻製。燻製、あ、おしゃれなもん食べられて、はい。はい、安田さんは。僕焼肉でした。焼肉、はい、嘘つけよ。いや本当です。何見え張ってんだよ。いや本当です本当です。絶対焼肉じゃない。焼き野菜だろ。野菜じゃ、肉です肉。焼き野菜だ。肉だよ。ダメ、本当のこと言わないと。島田がちゃんと見れないから。そうですよ、嘘をやめましょう。焼き野菜だ。焼き野菜です。焼き野菜、やっぱり焼き野菜です。なんだよ、焼肉やって焼き野菜ってなんだよ。まあ焼き野菜、はい、わかりました。これね、その質問、ごめんなさい、答えどうでもいいんです。うん、そのね、昨日のこと、過去のことを思い出すときに、うん、その人が一体どこを見たかが大事らしいんですよ。上見たか、うん、正面か、微動だにしない、うん、横見たか、うん、下見たか、うん、今有吉さんね、ちょっと横見たんですよね、チラッと。メンタリストの大吾が言ってるようなことじゃないかな。それメンタリズムだよ、それ。いい加減にしないと。そういう、霊感みたいなものとメンタリズム一緒にしたら大吾に失礼だよ、大吾。ああいう、あの人はちゃんと研究して、ちゃんと理論があって、基づいてやってるの。人間行動学を調べて、こういう風にやったら人間ってのはガードするんだとか、嘘つくときは左上を見る。ね、本当のことを思い出すときは右の上を見るとかさ、はいはい、それちゃんと理論立ててあるんだ。占いとも全然違うし、怪談話でもないんで、そんな、インチキとな、ちゃんとした科学を混ぜるなよ。こういうテストした後に、答え言わせてもらえないってあるんですね。せめて答え聞いた後だったらいいんだけど、答え言う前に、まだ言ってないもんね。俺もどうしたらいいんだろう。正面見てましたよ、左上見てましたじゃないんだ。それメンタリズムだから。ダメだよ、そんなの混ぜちゃう、お前。これダメですか。うん、そんなのインチキだもん。うん、まあ、じゃあ、これ、答えはやめときましょうか。そうだよ、当たり前だよ。答え言えないの、今気になってきてるの。全然ダメだよ、そんなの。メンタリズム、大悟の本でも読んだ方がいいよ、じゃあ、そんなの。じゃあ、大悟の、大悟さんの本、皆さん読んでください。大悟とかに勉強させてもらったら、弟子入り占いなんてやってるの、インチキなんだからさ、あんなのもう先がないんだからさ、メンタリズムとかの方がいいんじゃない？これまた、新しいの始めるんですかね。ねえ、ここまでやってただでさえなんかいろいろやってんな、みたいな感じなのに。もう引き下がれないみたいなのダメよ、やっぱり。インチキずっと続けていくの、地獄落ちますよ、あなた、本当に。先生の言っちゃった。当てすぎなんだよ、先生、本当に。言っちゃって、本当に。参っちゃうよね、本当に。何言ってんだ、おい。聞こえないぞ。なんでこうだと